北条祭の中心地である、小浜市街地西部が描かれた、若狭小浜町長官図1907年の出し、北条祭は、福井県小浜市にある、八幡神社の霊祭。名称は、北条会に由来する。若狭地方最大の秋祭りと言われるが、神事は行われず、神輿の巡行が各年という特徴を持つ。2002年4月23日に、 福井県の無形民族文化財に指定された。日本遺産、海と戸をつなぐ若さの往来文化遺産群の構成文化財の一つ。北条祭は旧小浜町民の氏神である八幡神社の霊祭で21世紀現在は毎年9月の敬老の日前の土日曜日の2日間で開催され、旧小浜町内24区を半分に分け、1年交代で出し物を披露し奉納する。 若さで最も賑やかな祭りと言われ、出し物は大太鼓に、棒ぶり、獅子舞、みこし、かぐら、出しが披露される。演技は大人から子供へ、代々伝えられ、練習は8月の旧本から始める。江戸時代から継続され、各地の八幡神社の祭礼である、法上会がなまり、地元では法瀬と呼ばれるようになったと言われる。法上祭は、 林の曲が多く演奏の質も高いとされ、見られる祭礼から楽しむ祭礼に変化したとされる。若さ地方各地の祭礼に大きな影響を与えているとされる。20年に一度の頻度で式年大祭を行っており、式年大祭には全24区が参加する。直近では2011年に式年大祭が行われた。祭礼の全集には、 各区で行われる本稽古をめぐるスタンプラリーが開催される。八幡神社とオバマの町屋法上祭の起源は、定かでなく、祭礼次第は時代により変容してきた。中世には還元を奏し、ヤブサを奉納した。近世には、脳が、盛んに奉納され、八幡神社には21世紀現在も、脳部隊が残り、芸部隊として活用されている。 歌舞伎や相撲の奉納も行われた。江戸時代の八幡神社は荒れ果てていたが、うじ子たちが社殿を修復した1743年以降、8月14.15日は仕事を休み、神明かりを捧げるようになった。一方、八幡神社が500年以上の歴史を持つとされる、広司令神社の祇園祭りの御しが巡行する、ご旅書の一つであったことから、うじ子の町人たちは、 北上祭と並行して、祇園祭の御し巡行の袋で出し物を出し、にぎにぎしく、友をする慣習があった。これが21世紀現在の北上祭の原型と見られる。この祇園祭は、竹原、西津市も竹原村、町人町の旧小浜町が参加する例祭だった。1871年6月、旧小浜町の52町に通達が出され、これ以降、 広司令神社の祇園祭りに出していた出し物は、祇園祭りを離れ、オバマ町民ら自身の氏神である、八幡神社の霊祭、北上祭に出すことになる。1874年の区割り改正によって、オバマの町52町は、新しい町名の24町となる。新しい町名は、全国の有名神社から付けた。この24町が21世紀現在の24区で、ある。 出し物は当初毎年全ての町が出していたがうじ子たちの負担が大きいこともあり、大正末期より競技の上各年で半数ずつ出すようになった。このため、カトリックのみが担当するみこしは2年に一度しか巡行しない。また、明治以降は見物人を楽しませるというよりも自分たち自身が楽しむものとして芸や林を披露するようになっていく。 太平洋戦争の影響で1938年以降一時断絶し、終戦後もしばらく行われていなかったが、1951年5月に、八幡神社城付家を祝う大祭において全区に動員がかかり、復興した。戦後は、戦前まであった行列は行われなくなり、それぞれの区が独自で巡行し、芸や林を披露した。1987年に、住吉、 広志ぼ大宮の3区が、大太鼓の共演を初めて行い、以降出し物の共演披露が高齢化し、北条祭の古物となっていく。2002年4月23日に、福井県の無形民族文化財に指定された。なお、若狭地方では、北条祭と同時に、高浜町の高浜7年祭も指定されている。21世紀現在、北条祭では、神事は行われず、 北条祭が開催される二日間で、各区が決めた時間に、出し物が披露される。出し物として、御しのほか、出し、獅子、かぐら、棒ぶり太鼓の四種類の芸能を奉納する。浅間区、木船草海区、生田幕区、生田幕区,区の出し、塩が区、く、あす区、た田区、今宮区、清田区、男山区、田が区、日吉区、日吉区の獅子、舞玉全区、かしま白髭区、白鳥区、神田区、津島区、 大原区が師匠とした宗方神社七年祭りの様子。繁忙を手にする振り子が映っている。大原区鈴鹿区大宮区住吉区高峰区、カトリク旧オバマ町外のため、出し物を持たないが、高年八幡神社の氏子に加わった、駅前区と青い区も祭壇を設け、巡行を迎える、お旅所となっている。ありがとうございます。